ジェフ・ボスティックジェフ・ボスティックは、ノースカロライナ州グリーンズボロ出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL のワシントン・レッド・スキンズで、オフェンスライン版ンとして活躍した。クレムゾン大学に、進学、1979年には、アトランティック・コースト・カンファレンスのオールスター選手に、選ばれた。1980年に大学を、卒業、1996年には、 大学の20世紀を代表する選手に選ばれ1997年にはクレムゾン大学の伝道入りを果たした。また1999年にはサウスカロライナ州のアスリートの伝道入りも果たしている。1980年に NFL のワシントン・レッドスキンズに入団、第17回スーパーボール、第22回スーパーボール優勝を支えた。 クレムゾン大学出身者としては唯一スーパーボールに3回出場した選手である。レッドスキンズの70年の歴史上偉大な選手の一人に選ばれている。ラスグリム、マーク・メイ、ジョージ・ャコビー、ジョージ・スタークなどによるホグスの偉人である。兄のジョーボ・スティックもセントルイス・カージナルスのガードとしてプレーしている。ありがとうございます。